ジムの年収は国産高級車何台分ですか <laughs> はい。だってあげちゃってんもん、俺、タラちゃんに。<laughs> タラちゃんにあげちゃって、だって、俺の取り分の相当持ってってるからね。 <laughs> スピニングリールを巻くときになるべくテンションをかけながら巻くを意識してるんですがそれでもひげが出てしまったりしますえアンチスペースピンでこのようなことは減るんでしょうか多少減りますよねえだから不安不安に巻いてると別にスーパースローシュレートがついてるのがついてる前がそんなの関係なく出んのよそれからもう一つ糸がヨレてくるじゃん特に P ラインってすごい揺れやすいんだけどよれてくると糸がよれて 来てるとクリクリってこの辺にこうヒゲができるのかってだから新しいうちって新品のうちってほぼ出ないの、ね、よ古くなればなるほどこうそういうのが出やすくはなりますね、はい、それはナイロンでもフロロでも一緒ねそ例えばなんか糸巻きで金取る、えー、釣り具屋があるってそれもなんかとんでもない金額をっていうから <laughs> ち,ちょっと釣り具屋としてさそれってどうよ それ釣り具屋の仕事じゃないそれ糸巻きなんていうのはそれに「おやさん糸巻いてやっけど金取るよ」ってそれってどうよちょっと釣り具屋の仕事だから、ね、糸の縛り方を教えてあげるとか、ね、そういうの釣り具屋の仕事だから、えー、昔よく言ったの、ねあのー、投げ釣りでね、えー、糸巻くでしょ、ね、もう毎日やってるおやさんが毎日だよ 1>, ね、1週間のうちもうあの雨の被害は毎ほぼほぼやってて、ね、それ1年も使ってで糸が切れ始めたから弱いうそうじゃないからっていう、ね、それと一緒ピーの人ね、えー、ちゃんと返ってるさあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方はですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね時間にお答えして村田はじめちょっと楽しみたいなよかっ方はですねぜひご入会をよろしく。